白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産破裂の槍を盗み出した。頭目の名はマイクラン。拝借されたゴーティエ家の子息らしい。紋章を持たないためと聞いている。王国では特別珍しい話でもない。紋章なき者に女神の力は震えません。ですが武器を振るうだけならば可能です。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。先生、先ほど今節の課題について聞いたわ。族が持つという英雄の遺産は厄介だけれど、先生がいればそれも抑えられる。何しろ解放王ネメシスが振るったという天帝の剣があるのだから。剣の力が伝承の通りなら、族どころか一国の軍勢にさえ対抗できるかもしれない。たとえ帝国の精鋭が相手でも、あるいはセイロス騎士団が相手でも。ただの例え話よ。それにあなたの力は天帝の剣によるものだけではないわ。あなたはあなた自身が思っているよりもずっと強く、そして恐ろしい。先生、大修道院を出ても私の死でいてくれる？いえ、気にしないでちょうだい。今口にすべきことではなかったわ。その采配と剣の力で目の前の課題を片付けましょう、先生。いや、よく来てくれたな、先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章。それが
君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。恍久の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。あいにくの雨。先ほどの村の者たちは嵐が来ると言っていたけれど、彼らは嵐よりも奴らの襲撃を恐れていたわ。さっさと始末をつけるべきね。コナン島、遠くに見えるあの塔が奴らの根城ですな。あのような拠点を手中に収めるなんて、マイクランもただの野党ではないわね。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの塔は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。さすがはギルベルト殿、詳しいのですね。確かあなたは王国の出身だとか。すでに故国を捨てた身ではありますが、もし何か質問があれば答えましょう。ゴーティエ家は古くから紋章の有無を特に重んじてきた家。ゴーティエ辺境伯には二人の霊族がいますが、上の子には紋章が現れなかったのです。彼が家を出奔しこのような行いに走った理由もどことなく想像がつくというもの。紋章に人生を決められるほど虚しいことはない。ギルベルト殿はそうは思いませんか？彼もまた運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。賊の気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。逃げ場がないなら好都合ね。追い詰めて一網打尽にしましょう。俺に遠慮はいりませんよ。兄上の悪行、今日ここで終わりだ。お頭が危ねえ。野郎ども急げ。ん？配下か新手の敵か、背後にも気を配らねばならんな。出るぞ、あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと隠し部屋に賊が潜んでいたか。貴様らも俺から槍を奪おうってのか。殺してやる、全員ぶっ殺してやる。何しに来やがった、無償持ちのお嬢さんがよ。破裂の槍取り返しに来たんだよ。尻を吹かされる俺の気持ちにもなってくれ。はっ、さっさと死ね。貴様さえ、貴様さえいなけりゃ。そのセリフはもう聞き飽きたぞ。そろそろ黙ってもらうか、アニュル。ガキの分際でやるじゃないか。ああ。
なんだよこれ。何が。心して聞け。そやつは魔なる力を極に蓄えて、人とは比べ物にならぬ生命力を持つのじゃ。一度と言わず二度三度と打ち倒す心持ちで挑まねば倒すことなどできまい。追い詰めたとて油断はせぬことじゃ。命に陰りが見えた時こそそやつは厄介になる。あの障壁が見えるか。溢れる力をまとっておる。壊さねばそやつの命には届かぬぞ。有効な攻撃や計略を当てればより早く障壁を壊せよう。それに障壁を壊せば溢れる力が行き場を失い、そやつは混乱するじゃろうな。立ち直るまでろくな反撃はできない。まさに攻め時じゃな。障壁を全て壊せばそやつは混乱するにとどまらず、しばらく動けなくなるじゃん。力を身にまとえず障壁も復活せぬようになる。さらにはそやつの身から何か得られるやもな。強大な存在ゆえ人一人を恐れなどはせぬが、騎士団ともなれば話は別じゃ。計略で攻撃すればそやつの気を引ける。うまく相手の狙いを誘ってやるがよい。力をため始めたら警戒するのじゃ。そやつの渾身の一撃、被害は一つところにとどまらぬ。そやつに余力があれば障壁も復活しよう。気を抜く暇などないからのお主。計略で狙いをずらすか、攻撃の前に倒すか、何にせよよく考えて動くのじゃな。今はわしの話よりそやつとの戦いじゃ。聞きたいことがないならとく戦え。これが紋章に人生を狂わされた者の末路だなんて哀れ。せめて私たちの手で彼の苦しみを終わらせてあげる。迷いを放つ。せや。なんだよこれ。悪い夢でも見てるみたいだな。崩れて中からマイクランと槍が。終わったようね。槍を回収して引き上げましょう。兄上。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見ては怖
ッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。紋章を持たぬ者が震えばマイクランと同じ運命をたどることもあるでしょう。ですがあなたには天帝の剣を振るう資格がある。そう憂う必要はありません。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。それはどういうことですか。失礼します。レア様、我がゴーティエ家の遺産を取り戻していただいたことを感謝します。そのどうかその槍を私に授けてはいただけませんか。父の許しは得ています。次代のゴーティエ家当主として二度とこのような不祥事を起こさぬと誓えますか。はい、家の名に、そして兄の命にかけて必ず。良いでしょう。ですが一つだけ、決してあなた以外の者にこの槍を振るわせてはなりません。その金を破った者の末路はあなたの兄がしかと見せてくれたでしょう。はい、肝に銘します。大司教殿は先生の働きを喜んでいたかしら。破裂の槍は返してしまったの。先生の選択に感謝するわ。シルヴァンも喜んでいるでしょう。先生、ギルベルト殿から聞いた話を覚えている。ええ、マイクランは紋章を持たぬがゆえに家族に見捨てられ俗に身を落としたけれど、やがて俗の棟梁としてのし上がり、ならず者をまとめて砦のダッシュまで。彼の行いの善悪はどうであれ、部下を指揮する能力は確かだったわ。一軍の将として兵を与えればさぞ活躍したはず。もったいないことにね。確かに紋章を持った者は魔道に優れるし、何より英雄の遺産の使い手になれる。でも為政者や将としての器は紋章の有無では測りきれない。紋章を持たないけれど有能だという人間はこの世に吐いて捨てるほどいるのよ。紋章が女神より与えられし力でフォドラを治めるに必要なものという考えがあるから。でもその紋章こそがこの不平等で不条理な世を作り出した原因。一部の者だけに紋章という力を与え、その力でこの世を支配させようとしている。先生、あなたはこうは思わない。女神や紋章が全て消え、己の力のみにより人々が立つとき、初めて人の世が来るのだと。
エーデルガルト様、あの教師に情報を与えすぎなのでは。そうかしら。そうね、そうかもしれない。なかなか得難い人材だというのは私にも感じられますが、天帝の剣を使う時点で危うさの方が勝っているでしょう。前に言ったわね、私には力が足りないと。あの者たちに借りている力を先生が代わりに追ってくれるのならそれがいいと私は思うのよ。危険な賭けですな。私は私で手を打たせてもらいますゆえ、それでは失礼します。私にはわかる。一人ではきっと何もなせない。決意や執念だけで前に進めるほど私の道はなだらかではない。この手をあの人に差し出すことは賭けなのかしら。お父様、私は止まらないわ。後悔も悲嘆も何もかもをあの闇の中に捨ててきたのだから。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き、英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが。大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？心当たりはすべて探したが、どこにも姿がないのだ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。